えー、私は最近教習所に通い出したのですが、仮面の学科試験に常に2回持ちました。元からエスカレーターで大学まで行き、勉強も録音してこなかったので頭が悪いんですが、何かいい勉強はありませんかひろゆきさんの時はどうだったのでしょうかえっと、まずあの、間違ってるのは勉強の仕方ではなく、あの、と自分でテストを受けるっていう習慣がないことですね。要はその学科試験を受ける前に、あの、学科の試験の問題集とかがあるので、それを自分で解いてみてください。 で、自分で解いて合格点まで見たいのであれば、学科試験受けてはいけません。お金と時間の無駄です。要はその、あの、試験に受かる状態になってから、初めて試験を受けたら合格するんですよ。試験に受かる状態になってないので、試験を受けても、単に時間とお金の無駄なんですよ。 なんでそのエスカレーターでその試験の投じり方っていうのは分かってないんだと思うんですけど、なのでまずは問題集と試験っていうのを家でやって、あ、これでもう70点以上取れるようになったから、じゃあ受けようっていうので、ちゃんとあの問題集を買ってみてください。はい。